常識を覆す去年の覇権アニメ。ということで今回はボザロ関連の動画になるんですが、またボザロがとんでもないことになっているということで、その内容について話していきます。まずはじめに、ボザロの関連商品が売れまくっている件について、セガのプライズの方で、ボッチ社の寝そべりぬいぐるみが、2023年1月以降にリリースされたんですけども、こちらですね、相当売れてしまって、今はもう転売されまくりの状態となっております。まあ、その他にも、ポップアップショップ、ボッチザロック結束バンド物販会場はこちらです。こちらが開催されていたんですけども、そちらも全てのグッズは完売となりました。続きまして、原作関連の話になるんですけども、結構前に、ボッチザロックシリーズ全巻の第10版のお知らせがあったんですけども、最近また全巻の第10版が決定しました。これで電子を組まずに原作の方が100万部突破したということで、いや、これは素晴らしいですね。そしてまだございます。ボッチザロックの円盤、ブルーレイ第1巻の方がかなり売れていまして、現在品薄になっている状況のため、2023年4月23日に開催されるスペシャルイベントの優先販売受付について、こちら受付期間を延長変更されることが決定しました。いや、これはですね、円盤がかなり売れている証拠ということで、いや、こちらもかなりいいお知らせでありますね。そして去年の12月28日に発売された結束バンドのアルバムの方がですね、初速の売上がかなりとんでもなかったんですけども、累計売上がなんと10万枚を突破いたしました。いや、これはかなり話題になっておりまして、大前提昨今サブスクが主流となっていますので、アニメの円盤もそうなんですが、 CD って全然売れないんですよね。そんな中、ボザロのアルバムが10万枚売れたということで、こちらも嬉しいですね。そしてボッチャロクの公式 Twitter のフォロワー数が50万人突破いたしました。直近でもリコイスリコイルの公式 Twitter のフォロワー数が40万人を突破した時もかなり驚いたんですが、ボザロがそれを余裕で超えてきたということで、これもかなり衝撃でした。その他にもですね、個人的な話になるんですけども、今現在ボザロロスになってる方めちゃくちゃいるんじゃないかなというところで、いや、僕自身もですね、原作の方を読んでいたり、アニメの方を見返したり、楽曲なんかに関しましては毎日のように聞いていますので、いや、こんな方おそらくこの動画の画面越しの方でもですね、いるんじゃないかなというところで、いや、まあ、本当にボザロロスの方はね、かなり今現在もボザロ熱高いんじゃないかなというところで、その気持ちめちゃくちゃわかります。ボザロ関連の動画に関しましては、情報の方が出たらまたまとめて動画にしたいなと思っております。いや、それにしてもボザロ放送後も勢いがまだまだあって、未だに話題になることもあるという、もはや社会現象レベルにまで至るような、そんな作品になったというのがボザロの現在地なんじゃないでしょうか。皆さんの感想もね、コメントでお待ちしております。この動画良ければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でしましょう。バイバイ。